松倉城の戦いは、永六十二年から元気四年にかけて、越後の上杉謙信と越中の椎名康種が戦った合戦。松倉城は、富山県魚津市にあった山城である。松倉城は、越中三大山城にも数えられる名城で、当時の城主、椎名康種は、越中守護大であった。椎名康種は当初、越中守護大、神保朝食と敵対しており、 劣勢であった。A65 年9月には、神通川の合戦に大敗し、松倉城下まで攻め込まれたが、椎名タ種は、越後の上杉謙信に救援を要請し、神母朝食を神通川異勢へ追いやることに成功した。しかし、神母朝食の勢力は未だ健在で、椎名タ種としては、上杉謙信の処置に不満を残していた。年、は、 カイ国の武田信玄と手を結び、謙信に背き反乱を起こした。A62 年に、上杉謙信により松倉城を攻められた。しかし、松倉城は天然の要害であり、容易には落ちなかった。100日間の行為の後、謙信は越後へ引き上げた。その後一旦は、上杉氏との和睦がなされた様子。元気3年5月、千ーナ・種は、 武田信玄の正常作戦支援のため越中に進攻してきた加賀一向一揆に攻うし、再度拒兵した。苦戦しながらも一向一揆軍を撃破した上杉氏軍は、またも敵対した椎名やスタネを松倉城に追い込み、元気4年正月、椎名やスタネはついに降伏して、松倉城を明け渡した。ありがとうございます。